トム・フォーバスの奥さんは日本人で、家では日本語だけで会話している。トムは女子バスケでオリンピック銀メダルの実績が評価され、男子日本代表のコーチに抜擢された。トムは鬼コーチとして有名だが、女子バスケの時の方が怖い。トムが男子バスケにそんなに怖くないのは、男は反抗してくるから。トムが川村に言い訳すなとぶち切れている様子が全国放送された。トムは女子バスケ選手たちから、お父さんと呼ばれている。バスケチーム監督の平均年収は500万円だが、トムは1億円と推測されている。